皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もバイオハザードリベレーションズ遊んでいきましょう。さあ前回ですね、エピソード10をクリアで、今日はエピソード11リベレーションズ、ここに挑んでいきましょう。目視録。これまでのバイオハザードリベレーションズ、そのまま動くな。こいつが押そうとしているのはこの船の自爆装置だ。証拠隠滅のためのな。自爆装置の起動を確認。最後の決め手を私の優秀なしもべが詰めてくれたようだ。さて状況は理解してもらえたかな。ジェシカ、ごめんねバカ。じゃあなみんな。この状況下での回収は不可能だ。周囲を旋回して待機する。以上。こいつも実験で作られたのか。やるしかないわクリス。さあマラコーダ戦。水中ね、よし。あー、もう危ねえ、なんか飛ばしてくるわ。危ねえ、痛え。あ、これ弾めっちゃ使うやつだ。頑丈すぎない？どこ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 、ちょっと待って、どこどこ、そこね。あ、危ねえ今の。さあ弾、ロケットランチャー、これ弾薬っていうかロケットランチャーじゃない？はい、どう？おし、ダーサルトライフル、これ取ってハーブ取って、お次は、あ、そっちね。いやそれ強すぎだろ、なんだそれ。待って、ここでショットガンゴミになった。近距離にない。あぶねえ、これかわせなくない？どう？これなんすか、なんすかこれ。待って、ロケットランチャー弾薬、これ、まあ、弾薬っていうか、まあ弾薬だよね。そこらへんどう？ OK。 で待って、わしのアサルトライフル、ライフル返して、ここにロケットランチャー OK。 さあこれ持って、おわっちゃい、ロケットランチャー。もうなんかゲーム違くないこれ。どう？当たった、おし。で再びアサルトとハンドガン。まだなんか突進来る、もしかして。いや来るんだよな、それっぽい動きをしていた。あーくそ、足のアサルトがもうなくなった。マジか。だからなんかロケダンスあるだけ先にくれよ、小出しにすんな。あーこれこれこれ、危ねえ危ねえ危ない危ない危ない。よしです。でロケラン取って、はい、いやここに来る。ハーブもくれ、ハーブセット。あ消えた、ん、どっち、おや、そこに行く。あ違った、そっちだよね。いてー、どっちどっち。待って、ハンドガン。あ、怖い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 。あぶねえ。どう？待って、こいつ怖すぎない？弾薬を凍結した。よし、どこ？さあ、これ取って、根元。どっから入ってるの？そこね。
そこら辺じゃない？ま、くそ、逃げんなよ。オッケー。どう？どうすか？やったっぽいな。さすがだぜ、ジル、クリス。はしごを下ろす。今のうちに登ってくれ。よしよし、やったぞ。倒したぞ。もう簡単よ、バイオハザードリベレーションズ。ミニガンにしよう。敵も撃退する。距離では狙えない。もっと接近してくれ。あ、そうな。おー、当たってる。わかったよ。振り落とされるなよ。さあ、冷却して。待って、なんか撃ってくるっぽい気がするわ。ちょっとグレネード。なるほど。よし、2本やった。次は？そこに判定なくね。もしそこね。さあグレネードで冷やして、よしよし、いいよ。ちなみにクジラとかはね、あの地上にもし出てきたら自分の重さで死ぬらしいです。海の中でないと支えてらんない。あ、そっちそっち。あー、パベ。よし、ナイス。ほんで次は、そう移動すんの？あの出て入っていく。重力どうなってんの？よし、さあお次そこね。さあグレネードいってか。で冷やして、よしよし、冷やしミニガン始めました。で、グレネード。ほんとで何食ってんだよ、こいつら。危ねえ。危ない。で、また湧く。よし、これ気持ちいいわ、気持ちいい。おー、どうなってんだ。で、こっち撃ってます。よし、やったよ。あ、こっちも。さあ、グレネードこれ撃って。危ない。ダメ、それダメじゃん。どう？なんか本体がずっとぐったりしてんだよね。ふたーっつって疲れましたみたいな。よし、で、再びこっち、グレネード撃って。次だろこれ。よし、痛い。気をつけろ、次は撃たないとだ。次そっち。やったでいい。あ、また蹴る。さあグレネード撃って、根元、根元行く。どう？よし、もう出てこなくない？まだ来んの？口開けてほら、なんか煙出してますね。なんだこれ。おお、いっぱい来る、いっぱい来る。元気だ、元気だ。勢いいわ。なんだなんだ。
さあ、なんか謎の兵器。おし、ゼノビアが沈んでいくわ。私だ。状況報告を。脱出直前でパーカーが犠牲に。ジェシカの裏切りで船も沈んだ。FBC。 いや、モルガンにことごとく先手を打たれた。そうか。この事態を招いた責任は私にある。聞かせてくれ、オブライエン。全てを明らかにしてくれ。ああ、全ては1年前、あの場所テラグリジアから始まった。さあ、これでチャプタークリアで、ようやく全てを話す気になったオブライエン。でもぶっちゃけあんな上官のもとで命かけて働いてらんないよね。で、次へ。ここは地獄か。ええ、テラグリジアという名のね。そんで再び1年前。でもね、ぶっちゃけそこまで地獄っていう感じでもないんだよ。ああ、司令室に一時退避するぞ。ああ、マジか。ここにいるのびっくりした。もうダメでしょ、もうそういうことしちゃ。あ、まあ、たまねえや。急がないと本部も危ないぜ。あぶねえ。え、待って、これ弾なさすぎない？地獄ってこれか。さあ、怒りのラリアット。ポポン。よし。で、死にました。これ、マジいな。弾、なくなったんですけど。え、マジで？で、ハーブ取って。これは地獄だわ。モルガン司令は正しかったのね。バイオテロ時代を予見した FBC の実行力強化。ボスがその必要性を国際社会に訴えていたところだったしな。世界中の人々がバイオテロの恐怖を知ることになるわね。ある意味いい宣伝だわ。ああ、ボスの意見を国際社会も認めざるを得なくなる。 FBC もまだまだ変わる。何なんかギュッて言ってたよ。ジェシカさんでウエスト細いわ。あー、待って、そこにハンターちゃん。もう武器ないんだってマジで。あ、オッケー、弾薬。助けるぞジェシカ。了解です。さあ、リローディングして。もう死んでよ。過ぎだろ。まずは安全を確保するぞ。出ないと新入りを助けられん。危ない。これ待って、ジェシカさん。危ねえ。いや、食らった。おい。さあ、回復して。 P90 いいな、欲しいな。どう、死んだ？やってねえじゃん。おし、ここで土下座ラリアット。おしよし、レイモンド。大体片付いたみたいね。問題ない、一人で。めっちゃ血出てんじゃん。強がらないのってことで、肩を貸してあげてね、バーカ。司令室に退避だと言われたはずだ。俺だってまだ戦える。助けてあげよう。このざまで語るな。捕まってろ。よし。さあ、貸しを作って。まだ撤退は早い。民間人が町には残されていた。彼らを助けなくては。数の差が圧倒的だ。作戦を立て直す必要がある。
さあまずは避難。ここどう考えてもジェシカ先行けよ。たかが数十名の連中がこんな大規模なテロ、 EOW は兵器はどこで、うん、俺は絶対許せない。テロリスト、クソ。さあアイテムなし。こっちは、こっちもなし。なるほど、もう物資がない。特に新聞、デイリークリア通信の記事その1、ロンドンデイリークリア紙、ドナテンロ・ルッツァスキ長、ヨーロッパには一匹の怪物が出没している。その名は FBC だ。合衆国は対バイオテロのために設立した FBC こと連邦生物防衛院。元来怪物と呼ばれるような組織ではない。だが現在ヨーロッパでは非難の的だ。テラグリジアで発生したバイオテロに対し、対策指揮を FBC が事実上独占して他国の介入を拒んでいるからである。テラグリジアは代替エネルギーの研究開発のため、合衆国と欧州各国が共同で開発した近未来型の海上都市である。ヨーロッパ側は気候変動対策を目的に据え、合衆国側はアフリカ大陸の電力供給戦略から地中海に建設された経緯がある。現在に至るまでは両陣営から派遣された共同委員によってテラグリジアは大可なく管理運営されてきたと言えよう。ところが今回のバイオテロで事態は一変した。条約ではテロ対策は合衆国とヨーロッパが同等の権限を有するとされていたが、唯一バイオテロという特殊な状況に関しては FBC が対処を主導するとされていたためである。 FBC はバイオテロ対処を目的に創設され、直属の緊急展開部隊を常時待機させるなど欧州陣営とは比較にならない組織規模を持つ。非常事態発生時には彼らが事態収拾の主力になるという合衆国の意向も働いた結果だった。テラグリジア対策本部の指揮を取ることになった FBC 長官モルガン・ランズディールは欧州陣営の介入を拒否し FBC のみで対策に当たることを宣言した。これに対し欧州陣営は自らにも権限があると主張、ランズディール氏と対立した。未確認ながら FBC は甚大な人的被害を被っているという情報もある。ランズディール氏がその剛腕と知力による決断によってバイオテロを払いのけ、自らの怪物のイメージを払拭できるかは記者にもわからない。独禁法じゃないですけど、結局この組織は力を持ちすぎた、一強になってしまった。まあ大体そうなるとよからんこと起こるよね。でこっち、で弾薬これ取って、残り大体40発手前ぐらい、40発中って言っちゃった。よし、自己犠牲気取りか。生意気は一人前に戦えるようになってからだ。でまた食ってて、あのジェシカどこ行ったん、マジでさ、ガチで。あ、待って、よし、さあやっつけて次。あっ、そこにいる、マジで。あ、ウッキウキダメ。ね、こっちかな。おし、で弾、なんかちょうどいい感じに誰かが置いていってくれている弾を。でこっち、まずいな、そっち行けません。アイテムなし。でこの奥、この辺りなら安全だろ。本当に、医療班が利用していたのは4階のオフィスだったわね。止血帯くらいあるはずよ。すぐ戻る、そこを動くな、新入り。いい子にして待っててね。行くわよ、バカ。で4階か、そっち側。しかしね、ジェシカさんもよう裏切ったよね。一体どんな理由が。でここにマシンガン弾、これ取って、
こっちではなくてそっちか。一旦こっちを抜けていく。やっぱね、これ裏切るだけの理由が欲しいね。で、この区できませんね。ね、ここら辺、ね、いつものことだけどさ、新入りに対してワイド冷たすぎない？いや、レイモンドのことか。あ、こっちか。見ていられる間に厳しくしておくに越したことはない。いいけど、本当男って面倒な生き物よね。まあ、スパルタには結構賛否ありますよね。自分はどっちかっていうと火の方かな。ああ、どこから入ってくる？ポンだよ。さあ、パンチ。パンチ。ハンターの皮でなんか財布とか作ったら結構いい感じになりそう。バッグとか。欲しくない？ハンターの皮使った財布？こっちよ。どっちどっち？ん？こっちでしょ？よし。で、弾取って、ここは。緊張感高いね。で、この区またこういうとこオフィスにいるんだよな。歩いてんだよね。さあ、弾薬取ってフラグありませんね。いって、よし、死んでない。危ねえ。あ、無駄に撃っちゃった。くそ。今作のこれひどいよね。死体に当たっても多分ヒット率下がってるもん。死んだ瞬間にこうヒット率が消える。よし。で、再びリロードして、で、ハブ。オッケー、こう、弾いっぱい。弾ちゃん。で、これ、止血体。よし、こいつを持って戻るとするか。で、さらに、弾いっぱい。弾いっぱいあるということは、出てくるんでしょう？で、急に増えたな。おいで。うん、ここにフラグ。よし。他にない？ありませんね。くそ、まだハンターが。聞こえていたら早くここに。言わんこっちゃない。早く戻れない。あ、じゃじゃじゃ、まだ、これ上は世話のかかるやつだ。言わないよ。口が多い男は持てないのよ。多分これ上なんもないよね。あ、ここにいるの？てか上に行くの？いや、違うよね。あ、ですね。ハーブと、よし、弾薬これ取って、で、いきましょう。ひたすら下。で、ここかな。ん、違う、もうちょい下。あ、あー、だめだめだめ、危ない、だめだめよ。ほいで、もうちょい、いや、ここだよね。あれですね、多分。あ、いる、いっぱいいる、いっぱいいる。あー、くそ、吸気だ、そっちか来る、くそ。よし、オッケー。さあ、さばいて。ほんで、どこだっけ、レイモンド。こっちを通って、で、こっちを通って、このままじゃ新入り命令だ。俺たちが行くまで持ちこたえろ。無理だろ。必ず作ってやる。あ、ハーブいっぱいあるわ。よし、リロード。なんなんそのウキウキステップ。
あーこういうのいかん、こういうのいかん。曲がるとこれだよね。よし、ハンドガンがな、役に立たんわ。レイモンド、待ってね。後ろか。あーちょ、なんでそいつ立って待ってんの、それずるいよ。棒立ちで待ってたわ。よく踏ん張ったな、シーリー。あとはお任せ、負けるのは全部倒してあげるわ。言いすぎ、待って、フラグ。よし、どう、まだいんの。よしよし、どうかな。よし、安全を確保。よしよし、シーリ君の手当てをしてあげないとね。で、止血剤どうぞ。傷の具合を見せてみろ。シーリ、貸し一つだ。覚えておけ。まっすぐなのはいいが、舞台を危険にさらすような青臭い正義感は捨てろ。それが現場の鉄則だ。わかりました。よし、これで少しは楽になる。なんとか歩けそうだ。ついてこれるな。司令室に続くエレベーターはすぐそこだ。ほんで司令室に向かう。よし、どっち。弾、待って、弾ちゃん欲しい。どこない。まだ痛むみたい。守ってあげながら進まないとね。まあ痛いでしょうな。しかしそんなこと言ってる暇ない。行くんじゃい。あー危ない危ない。よし、クリティカルで弾取って、おっしゃ、もっと欲しいな。で、ここに木箱。木箱ってなんやねんっていう気もするよね。実生活でそんな見ないわ、木箱。新入り、まだか。で、再びエレベーター、これ乗って、ん、どう。よし、さあ相変わらず何回か分かんない。急にどうした。考えてくれ。 BOW の輸送にしろ運用にしろ巧妙すぎる。大体何一つ事前に FBC の情報網に引っかからなかったなんて。つまりどう考えても不自然だ。もしこれが誰かの望んだ結果だとしたら。新入り、憶測で物を言うな。俺たちがすべきは問題を詮索することじゃない、解決のため行動することだ。でも別に予想ぐらいしてもよくない。これじゃない。ほんで弾薬とハブ、否定するのは簡単だよね。おし、弾薬いっぱい嬉しいな。あとね、またこういう広いとこね、マップの使い回しなんだよな。こんなとこにまでハンターが。司令室まであと少しだ。待ってね、ハンドガン、これ使っていきたい。よし、さあ弾減らして、ね、来るかな、多分来るでしょう。そこに弾と、そっち、それ何、フラグと、そこに弾とハーブ。よし、まず一旦弾取って、でフラグ、ほら来んだよな。おっしゃ、痛いわ。あ、フラグ持ってねえわ。ダメ、もう悪い子にはこうです。よしで、フラグ、これハーブじゃなかった、くっそ。あ、こっちか、ここね。と弾取って、ん、意外といない。で、ハーブ持てません。尻の傷にこう詰めて、傷口に。早く治るよ。さあ、もうないかな。待って、そこに弾。待ってね。弾返しおじさん。これ取って、
5発ってなんなん。多分これ上限かな。もう持ってない。あ、ですね。そんで次こっちかな。でこれ持てません。もうちょいマシンガン使ってよかった。レーモンドがまだよ。援護して。うん？レーモンドどこ行ったの？うん？いるじゃん。あ、待って待って、は、ちょあのさ、ハンター急に来ないで。真理はそのまま司令室に対して。はい。正義パンチ。待って、これ後ろから加えたらまずいな。よし。あー、後ろに来た。痛い。カバーしろ。よし。で、溜めて。パコーン。とね、ここに弾。私が見ていた。まだいんの？よし。どう？さあ、どうでしょう。これでハンターどもも一掃かしら。そのようだな。司令室に向かおう。一応弾取って、よしよし、ここにあった。聞こえているし、理解もしている。その素晴らしい報告に感謝だ。すべて計算通り、問題はない。クイーンディードで引き続き宴を楽しんでくれたまえ、ノーマン君。モルガン、この船のバイオハザードもすべて予定づくだったということか。とんだ道化を演じさせられたな。だけではない。君の任務はまだ続くさ。隔離された船内で感染者がたどる変質のデータを残してもらうという重大な任務だ。自らの欲望を求めることに関しては一部の隙なく合理的で無駄がない。腐ったれ米国人らしい発想にはヘドが出る。褒め言葉と受け取っておこう。我々も貴様らのような人種が信じるに値するとは考えてはいない。これまでの取引は全て映像に記録している。公開すれば貴様も破滅だ。好きにすればいい。衛星使用は無事承認された。新型ウイルスの滅却は完璧だ。貴様は、時期にお前はこの風が吹きすさぶゆえんをその目で見る。それが答えとなるはずだ。なぜお前。ジェシカには逃げられた。あと一歩だったのに。すまなかったレイモンド。お前が正しかった、ずっとな。最後に伝えられてよかったぜ。悪いのはあんたじゃない、パーカー。今度は俺があんたを助ける。必ず脱出してみせるさ。いい顔だ、新人。裏の顔を持つモルガンに感づいたレイモンド。彼と私が共に仕掛けた罠、それがベルトロの復活劇だ。雪山のアジト、そして皆を船に集める作戦、全てがモルガンをあぶり出すための罠か。だが俺たちまで騙す必要があったのか。 BSAA の内通者の正体を暴くまで
危険を犯すわけにはいかなかった。すまん。そこまでして。なのにゼノビアもセミラミスも。ああ、だが私はまだ諦めていない。ティースとクエント、二人が残した置き土産が切り札となる。彼らが最後に送信してくれたデータの解析がたった今終わった。それで分析結果は？ああ、ベルトロがテラグリジアパニックに使った同型船は2隻ではなかった。3番目の女王が存在した。それが最後の女王。さあ、これでエピソードクリア。エピソード11、リベレーションズで、実は同タイプの船はもう1隻ありました。クイーンなんちゃらさんがもう1隻あります。さあ、そして今回の格付けどうでしょう。 SSAS で A ランク、安定の A ランク。さあ、どうね、今回も一旦断りにして、でまた次のパートにつなげていきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回バイオハザードリベレーションズでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。